第60回安田記念昭和モダンは、日本の競争馬である。2010年に安田記念の勝ち馬。同競争の勝利は父エアジハードとの父子制覇であり、祖父、桜ゆたかおから続いての内国産父子三代連続の GI 勝利でもある。名前の由来意味は、昭和を忍んで、2006年7月にデビュー。2007年1月の6戦目で、初勝利を挙げ、 2008年2月、イカルがステークスを勝利して、オープン入り。その後は一時準オープンへ高級するも、同年11月のノベンバーステークスを逃げ切って再度、オープンクラスへ昇級。その後の1年で、オープン特別を2勝し、2010年4月のダービー協、チャレンジトロフィーで重賞初勝利。続く、メイステークスも5 9ラムを背負いながら連勝し、中一周で、 安田記念に向かう。8番人気で迎えた安田記念では1000メートル通過が56.3秒、1400メートルの通過がコースレコードを上回る速い流れを中段から追走。直線外から伸びて先頭に立ち、さらに外から伸びてきたスーパーホーネットを1、2馬身抑えて G1 初勝利を挙げた。勝ち時計1、31.7はレースレコード。 39戦目での国内 GI 初勝利は、グルメフロンティア、東海ポイントの35戦を上回る、史上最多キャリアだった。安田記念勝利後はフランスへの遠征プランも出たが、以後の8戦は全て着外に敗れる。2011年、出走を予定していた安田記念の追い切り後に微出血を発症したため、引退が決まり、同年6月8日付で競争場登録を抹消された。 引退後は、馬事公園で乗馬となったが、登録抹消から約半年後の12月2日に、馬事公園内の馬房で事故により、窒息死した。安田記念まで連勝した参戦はヨ馬場だったが、それまでは、重馬場、不良馬場を得意とし、同条件では6戦して3勝、2着1回の、高成績を上げ、道悪るの鬼と呼ばれていた。道悪専用との評価が定着していた同馬だったが、 6歳になり苦手な高速馬場を克服。調教師の杉浦博明は本格化の要因について何もしてない。馬が勝手に強くなった、気持ちが安定して自信がついたのだろうと話した。また、直接的な要因かどうかは定かではないが、馬っ気が強くなるにつれて成績が上昇したとの声もあった。ありがとうございます。